バス1のイッチは、自身の境遇を理解し、寄り添ってくれる夫と幸せに暮らしていた。しかし元夫からの連絡によって、不安の底に突き落とされてしまう。元夫と元義実家によって、心に深い傷をつけられたイッチだったが、今回は優しく頼もしい夫と共に、元夫、元義実家との完全なる縁切りを成功させる。果たしてイッチはどのようにして、元夫たちとの縁切りを成立させたのか？私の自由を奪い、妊娠まで疑う元夫。限界を迎えて逃げ出した結果。5年前に離婚したんだけど、今思い出しても、なんで結婚前に立ち止まれなかったのかって思う。結婚っていう人生における一大イベント前に、少しでも違和感があったら、一旦、勇気を出して、結婚を白紙に戻した方がいいと思う。何があったの？婚約まで行くとなかなかね。結婚してからは、片目を閉じよって言葉もあるくらいだし、直前に何かを持っても婚約破棄まではしにくいかも。離婚するよりも婚約破棄の方が楽なのにな。本当にその通り。私の場合、結婚前から元義実家との関係が良くなかった。実は私たちは授かり婚だったのだが、元乙女はそれを批判的に捉えていて、結婚の挨拶に行った時には、息子に帰省するために、子供を妊娠したんじゃないの？からには結婚が決まってからというもの、元夫は私に対して、化粧をする必要があるのか？そんなに小綺麗にして会社に行く必要があるのか？と、私の外見に対して口を出し始めた。私は束縛や干渉をされるのが嫌いで、交際中は元夫も理解を示してくれていたので、何の問題もなかったのだが、妊娠したことで私が逃げないと判断したのか。元夫は徐々に、過度な束縛や干渉をし始めたのだ。元夫とは、結婚が決まったタイミングで一緒に暮らし始めたのだが、監視されているような感覚すらあった、元夫との暮らしに私は早々に窮屈さを覚え、さらに元乙女からの、帰省をするために妊娠したんじゃないの？という一言がどうしても忘れられず、婚約破棄を考え始めた。しかし、そのことを母親に相談したとき、その程度のこと、誰と結婚したって起こりうることだし、何より自分の嫁を守りたいっていう、元夫くんの気持ちも分かってあげなさい。と、一蹴されてしまい、結婚なんて初めてだった私は、そういうものなのかと無理やり自分を納得させ、もやもやを抱えたまま、流されるように結婚してしまった。結婚後、元夫や元乙女の態度は悪化していき、元夫からは、結婚したのに、会社で他の男に色目を使ってただろう？そうじゃきゃ、毎日化粧したりする意味もないし、スーツだって男物を着ればいいもんな。と、とんでもないことを言われた。女性なんだから、すっぴんで出社するのは、さすがにビジネスマナーにも反しているし、そもそもすっぴんを、仲良くもない人に見せたくないよ。仲良くない人なんだから、別に着飾る必要ないだろ。着飾ってるんじゃなくて、最低限の身だしなみでしょう？黙れよ。そうやってごまかすってことは、やましいって自覚があるんだろ。子供まで作っておいて、浮気するつもりなんだろう。ごまかしてないし、事実を言ってるの。だいたい、会社の人は私が結婚したのを知ってるのに、どうこうなろうと思う人なんていないわよ。そして元夫の話を聞いたらしい元嫁からは、子供ができたからって、何しても捨てられないと思ってるわけ？本当、浅はかな女ね。と、軽蔑の言葉を投げかけられた。私は元夫と元乙女からの言葉、そしてつわりもあって、精神的な疲労を溜めていき、結婚して3ヶ月が過ぎた頃には不眠症っぽくなり、さらには病院から体重についての指導が入るほど、食欲がなくなってしまっていた。なんとか無理に食事を飲み込み、子供に負担をなるべくかけないように気をつけていたのだが、元夫はその悪態の矛先を、お腹の中の子供にも向け始め、義実家で食事をしていたある日。っていうか、その腹の子、本当に俺の子供なの？本当はかなり前から浮気していて、その男たちの中で、俺が一番収入が良かったから俺の子供として産もうとしてるんじゃないの？と、衝撃的なことを言い出した。前からおかしいと思ってたのよ。息子が結婚前の女性を、妊娠させるなんてありえないってね。イッチさん、やっぱりそういうことだったのね。イッチさん、息子が言ってることは本当なのか？母さんとも折り合いが悪いようだし、嫁としても女性としても、立ち振る舞いに問題があるようだな。子供が生まれた後も、怠けたりしないだろうな。元乙女は元夫の言葉に乗っかるようにして、私を責め始めた。父さんや母さんもこう言ってるけど、本当はどうなんだ？子供が生まれたら、すぐにDNA 鑑定をするからそのつもりでいろよ。私は3人からの言葉に、この子は元夫さんの子供で間違いないです。と、絞り出すだけで、それ以外の言葉を言い返すことはできなかった。かなり精神的に追い込まれてるな。子供のためにもすぐに離れた方がいいと思う。なんでさっさと逃げなかったの？精神的に追い込まれてたら、正常な判断ができなくなったりするからね。それに母親も頼れない感じだったのよね。実は、元夫から逃げ出せたのは、母親のおかげだった。この義実家での会話の1週間後に、私の体重の減り方が良くないことで入院の話が出て、その時に準備を手伝いに来てくれた母親が、やつれた私の話を聞いて、本当にごめんなさい。帰りましょう。離婚しなさい。ごめんね、本当にごめんね。って泣きながら謝って、私を連れ出してくれたのだ。そしてそのまま元夫とは会うことなく、私は離婚を成立させた。私は元夫や元嫁からの言葉を自分の中で消化しきれず、元夫に隠れて日記を書いていて、それを元に慰謝料の請求もできた。結局、元夫は子供を自分の子ではないと主張し、出産後に DNA 鑑定を持って、強制認知の訴えを起こし、養育費も払ってもらえるように取り決めていたのだが、最初の2回程度が払われただけで、その後の振り込みはなかった。私は両親や近所に住んでいた幼馴染の支えによってなんとか持ち直し、娘が2歳の時に、この幼馴染と再婚することになった。夫は男性不妊で子供が望めず、結婚自体を諦めていたのだが、そのせいか娘をかなり可愛がってくれて、私の事情も理解した上で、家族になろう。僕を娘ちゃんの父親にしてください。と、言ってくれた。相手が夫でなければ、結婚に対して前向きにはなれなかったと思うが、夫は私だけでなく娘のことを支えてくれた上、娘は完全に夫のことを父親だと認識しているようで、私は夫からの言葉に、すぐにうなずいた。もちろん、私自身、夫を愛していた。実際、夫との結婚生活は幸せだったし、そのおかげで、元夫との生活を思い出すこともなくなった。一致が幸せそうならいいけど、養育費払わないとか、人間としてどうなの？元夫たちは、この親にしてこの子ありって感じだね。元乙女の言葉がそもそも信じられない。養育費は諦めたの？諦めた。実家に住んでる分、娘の面倒を見てもらえたし。もともと、私も収入はいい方だったから、養育費は娘の権利だってわかってるけど、それによって元夫たちと関係を持ち続けるよりは、諦めて縁を切った方がいいと判断した。これは夫と相談して決めたことだ。私は幸運なことに、両親や夫の助けもあって、元夫から逃げ出し、平穏な生活を手に入れることができたが、娘が生まれてしばらくは精神科のお世話になったり、そこに通院している人たちを見て思ったのは、精神科のお世話になる前に、逃げ出すことが重要だということだ。本当にその通り。私の友達も離婚を経験したけど、それから3年経った今でも、前の旦那とのことがフラッシュバックして苦しんでる。でもなかなか逃げ出すって思考になりにくいのも問題だよな。翌朝。やらかしたかもしれない。どうしよう。どうしたの？実は最近、知らない番号からよく連絡が入るようになって、出れる時は出てたんだけど、毎回無言で気味が悪いと思っていた。それでさっきもかかってきたのだが、ここに書き込んだことで元夫のことを思い出し、元夫くん？と、聞いてしまった。すると、向こうで、そうだよ。と、小さな元夫の声が聞こえ、パニックになった私は、そのまま何も言わずに電話を切ってしまった。離婚時から電話番号を変えたのに、どうして元夫は私の番号を知ってるんだろう？何やってるんだよ。相当な悪手で草。とにかく、その番号は着信拒否設定にして、元夫と共通の知り合いとかはいるの？その人から漏れた可能性が高いから、そっちも警戒した方がいいかも。本当に後悔している。夫には連絡したんだけど、仕事中でまだ折り返しは来ていない。夫や母親と対策を練ることにする。娘は5歳とかだよね。保育園が幼稚園かわからないけど、預けたりしているところにも、連絡しておいた方がいいと思う。ありがとう。みんなのおかげで少し冷静になれた。すぐに関係各所に連絡する。数時間後。母と夫と連絡が取れて、離婚時にお世話になった弁護士に相談することになった。幼稚園にも連絡を入れ、幸い延長が残っていて、事情を話すことができた。幼稚園の対応としては、私と母親以外のお迎えは拒否してくれるとのことだ。娘のお迎えは基本的に私が行っていて、母親に頼むのは月に1回程度だったし、母親は本人確認をすることになっている。徹底的な対応に感謝しかない。離婚してから職場は変えたの？もしかしたら、仕事帰りの一致を狙ってきたり、後をつけて家を特定したりするかもしれないよ。外夫は議員だし、元嫁も元夫も外面がいいタイプだったから。手段は大敵だよ。何してくるかわからないし。翌日。半休をもらって、弁護士と警察への相談を済ませてきた。どちらも実害がない限り、何もできないというのが正直なところのようで。虚言電話をかけてきていた時点で、不審者みたいなものだし。接近禁止命令の申し出はすぐにできるんじゃないの？実害がないっていうのが一番大きいようだ。今のところ、手を挙げられた過去もなければ、無言電話がかかってきただけで、将来的に手を挙げられる可能性があるとも言えず。電話などで、何かしら危害を加える旨を伝えられたりしていれば。と、言っていた。ちなみに確認してみたら、着信拒否設定にしてから、何度も電話がかかってきているようだ。夫と話し合いをしてくる。引っ越しも視野に入れているが、最悪、転職する必要もあるのかな、本当に嫌だ。なんで今更連絡してきたのだろう。1週間後。一応、すべて片付いたと思うので報告に来た。中途半端なところでスレを去って申し訳ない。あの後、夫からの提案で、俺が電話に出て、危害を加えるとか、そういう言葉を聞き出すのはどうだ？と、言われた。そんなことはさせたくなかったのだが、どうしようもなかった私は、夫といる間は着信拒否設定を解除して、電話に出られるようにした。その結果、すぐに元夫からの電話があり、夫が対応してくれた。もしもし、どちら様ですか？は？お前が誰だよ？僕は一致の夫です。何度も連絡してこられて、一致は怖がっているし、迷惑なのでやめてもらえませんか？一致は俺のことを愛しているはずだ。お前と結婚したのは子供のせいじゃないのか？あなた、元夫さんですよね？養育費も払ってないくせに。よく堂々と連絡してこれますね。一致が俺の元に来れば、払ってやるよ。子供はお前が育てろ。いいえ、これ以上、一致に付きまとうようなら、出るとこ出ますよ。一致はお前に縛られて、俺のところに来られないんだな。じゃあお前が消えれば。消えればって、僕は一致と別れるつもりはないですし、一致自身もあなたの元に戻ることは望んでませんよ。お前がいなくなれば、俺のところに戻ってくるしかないだろう。せいぜい、背後に気をつけろよ。夫はこの会話をスピーカーにしてくれていたのだが、隣で聞いていた私は、全身鳥肌が立つような思いだった。でもその代わりに、元夫からの危険な発言を録音することができたので、それをもって弁護士に相談をしに行くと、危害を与える対象は夫であるものの、その手が私に及ぶ可能性があるという理由で、接近禁止命令の申し立てをした。弁護士から警告文を元に実家に送ってもらうと、世間体を気にする元夫からすぐに連絡があり、弁護士事務所での話し合いが行われることになった。そして話し合い当日、久しぶりに対面した元夫は、結婚していた時の面影は薄く、かなりやつれていて、目つきも鋭いものになっていた。久しぶりだな、一致。この前、お前に電話したら、知らない男が出て、夫って名乗ってたぞ。変な男に付きまとわれているのか？俺がそいつのこと消してやるから、安心して俺の元に戻ってこいよ。まるで私だけしか見ていないようなうつろな視線を受け、体の芯が冷えるような感覚に襲われた。私はすでに結婚しているし、もし結婚していなかったとしても、あなたの元に戻ることはありません。何言ってるんだよ。俺たち、結婚してるんだぞ。妻は夫と一緒にいるべきだろう。元夫さん、あなたと一致さんの離婚は5年前に成立しているんですよ。約束していた養育費もお支払いいただいていませんよね。それに関しては私の方から謝罪させてくれ。息子の払っているという言葉を鵜呑みにしてしまった。その上、一致さんとよりを戻す予定だからとも言われていたのだが、まさか全て妄言だとは思わなかった。この女が息子を騙していただけじゃないの？息子は一致さんとの離婚後、精神的に不安定になってしまったんだ。どうにか許してもらえないだろうか？私は元夫さんとの結婚生活で、数年に及ぶ治療が必要なほど、精神的に傷つけられました。その上、養育費も払わないし、5年経った今更、こうやって連絡してこられて、本当に迷惑なんです。それに元夫さんの発言は、私たちの生活を害する意図があるように取れますが、このまま不安を抱えて生活をしたくないので、接近禁止命令を申し立てる予定です。私の家族に接触するようでしたら、すぐに通報します。息子があなた方に接触できないように、こちらで対応しますので。父さん、勝手なことを言うなよ。今、イッチを、あの男の手から救えるのは俺しかいないんだ。勝手なことを言ってるのはお前の方だろう。俺のキャリアに傷をつける気か。お父さん。息子の言い分も聞いてあげてよ。お前がそんな風に甘やかすから、こんなことになってるんだろう。いい加減にしてください。親子喧嘩を見せられるために来たんじゃないんです。申し訳ございません。お金ならいくらでもお支払いしますし、息子はこの地域ではないところに送り、監視いたしますので。元夫は真っ青になりながらそう言ってきたので、弁護士が用意した誓約書にサインをしてもらい、接近禁止命令についての申し立てをするのみで、この件を終わりにすることが決まった。それでも不安が残るので、私は仕事を辞め、夫が前から打診されていた。海外への赴任の話を受け入れることになった。実家の場所を知られているので、もしかしたら逆上した元夫から、両親に危害を加えられるかもしれないと、危惧したのだが、これに関しても、前々から計画されていた長男夫婦との同居話が進み、引っ越しをすることが決まっているので、どうにか一旦は落ち着きを見せそうだ。イッチ、マジでお疲れ様や。海外となると、慣れるまで大変そうだけど、元夫のことを不安に思う毎日よりもいいかもね。実家の方も引っ越しをするのであれば、とりあえず安心だね。それにしても、元とめも元夫もとんでもないこと言ってるな。元夫の食料のおかげで、なんとか対応できたって言うけど、元夫の人間性も相当終わってたよね。半年後。お久しぶりです。離婚した元夫から、生活を害するような発言をされた一致です。その後、進展というか事件があったので、その報告をする。久しぶり。もう海外に引っ越したのか？何があったの？海外へは先月、引っ越した。接近禁止命令の期限が半年だったのだが、海外へ引っ越すし、延長の手続きは取っていなかった。元夫は接近禁止が解けたその日に、私たちが以前住んでいた家に突をしたらしい。しかしそこにはすでに新しい住民が住んでおり、私がいないことに腹を立てた元夫は、その家の玄関の扉に傷をつけたそうだ。もちろん新しい住民から通報され、警察沙汰に発展したらしい。元夫は元夫のつてで、他県の会社へ転職をしていたのだが、警察沙汰を起こしたことで、今度は田舎の寺に預けられることが決まったそうだ。元夫は27歳になるのだが、元夫の言いつけに逆らえないところを見るに、自分より弱い者に対してしか、横柄な態度を取れないのだろう。元夫の情報は母親から聞いたのだが、元とめとの共通の知人に聞いたそうで、元とめが愚痴をこぼしていたそうだ。しかも元とめは、全部、あの女のせいよ。と、私のことを逆恨みしているらしい。いい年した大人が情けないけど、そのおかげで、元夫の行動を制御できたっていうのもあるのか。あの一家の一員として過ごした時間は短いながらに、最悪の時間だったが、一回その外に出てしまえば、元夫の議員としての外面の対象になり、元夫との結婚生活の際に受けた侮辱的な態度や言葉は、絶対に向けられないのだと知った。当時、私が元夫や元乙女の顔色を伺い続けるような生活をしていたのが、本当に馬鹿らしくなるほど、元夫は私に対して低姿勢で、話し合いの際も、私と夫の顔色を伺い続けていた。そして同時に、そんな姿の元夫がとても滑稽に見えて、当時の自分もこんな顔をして、自分に害が及ばないようにしていたのかと思うと、根拠のない嫉妬心だけで自分を追い詰めた元夫や、元夫との言葉を鵜呑みにして私を責めた元乙女に、怒りすら覚えるような感覚だった。せっかく海外に引っ越して、完全に新しい生活を歩み始めたので、ここへの書き込みを最後に、彼らのことはきれいさっぱり忘れることにする。最後まで聞いてくれてありがとう。スレのみんなからのアドバイスで、いろいろと対策を立てることができた。とにかく、これから結婚する予定の人は、少しでも違和感があったら、その違和感を無視しないようにしてほしい。離婚よりも、婚約破棄の方が、何倍も簡単であることを忘れないで。嫉妬深さから、一致に対して、言われのない浮気話をなすりつけた挙句、自分の子供であることを否定し、養育費の支払いもしなかった元夫。母親や夫の支えによって、一致が平穏な生活を取り戻すことができてよかったですね。もしあなたに一致のような元夫がいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。ちなみに接近禁止命令の有効期間は6ヶ月間となっていますが、場合によっては期間を延長することも可能です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。